筋トレやウォーキング頑張ってるけどなかなか痩せない。脂肪が燃えおるかわからん。そういった方におすすめな棒立ちバランスを紹介していきます。痩せる有酸素運動っていうと、ウォーキング、ランニング、水泳、サイクリング、いろいろありますが、ほとんどの有酸素運動はリズム運動といって、同じ運動を繰り返します。あんまりバランスの力がつかないんですね。今回は、やじろべえよりもちょっと難しいのに、楽しく全身鍛えられる有酸素運動になります。その場で立ってバランスを取るだけです。これのいいところが、体幹が鍛えられることに加えて、筋肉のバランスが良くなる。骨盤が正しい位置に戻る。反り腰や猫背といった体のバランスの崩れが治ってくる。有酸素運動よりも効果的な有酸素運動になります。頑張っていきましょう。片足はつま先、反対足はかかとでバランスを取ります。できるだけ手はバランス崩すために動かしてください。大きく動かすことで有酸素運動効果が上がります。膝は少し曲げたり、伸ばしたり、バランス崩したら足を動かしたりして、できるだけ止まっておいてください。スマホを持ったまま行きましょう。スタート。これでバランスを取るだけ。両足やっていきます。膝伸ばしとくだけでも難しいですよね。もしね、つま先上げとく方疲れたら、たまに休めてもいいです。またできれば上げてください。これで手をね、動かしたりすると、一気にね、難しくなる。体を動かすことで、バランスを取るためにね、いろんな筋肉がね、使われます。こっちに崩れたらこっちに戻さなきゃって体は働きますんで、体幹がね、使われます。お腹触ってみるとよくわかると思います。硬くなってますよね。自分で体をね、動かして、バランス取ってください。OK! ちょっとね、足首を振って、つま先上げとく方が疲れると思うんで、今度は反対。行きましょう。あと、これでバランスを取るだけ。バランスが悪いっていうことは、筋力がないっていうことと運動不足ってことが関係してます。できればね、両足は同じようにね、膝の角度を作ってください。伸ばしとくか曲げとくか。片っぽ伸ばして片っぽ曲げてっていうのはダメです。できるだけバランスを悪くして、自分で手を振ったりしてみてね、バランスを悪くするとね、鍛えられますから。適度にこうやってね、息が上がることによって有酸素運動効果がありますから、バランスをね、取っていきましょう。これなかなかいいな。OK! OK! ちょっと足首振りましょう。今度は片足立ちで、こういう感じ、できるだけ高く足を上げて腕を振りましょう。スタート。今度は反対足はね、ぴったりつけましょう。片足立ちはウォーキング50分相当の効果がね、1分ぐらいであると言われてるんで、これで全身こうやって動かすことで有酸素運動効果が高まります。ももしっかり上げることでね、腰が丸くなるんで、反り腰解消の方にもね、ぴったり。足上げることで腹筋も使われます。足上げるとき少し上半身で向かいに行って腹筋使いましょう。大きく、マイペースでいいですよ。 OK! あー、効いてきてる。まだ3分しかやってないのに。さあ、行きましょう。反対、スタート。やっぱり普通に有酸素運動でね、歩くとしてもあんまり足は上げないですし、手も大きく振りませんよね。やっぱ人の目を気にしてね、こんな感じでね、歩いちゃいますよね。
やっぱり手は大きくね、振った方がいいですから。しっかり。家でも十分痩せられますから。その代わり何のメニューを選ぶかがね、ポイントになってきます。できるだけ効率のいいメニューをね、行った方が体の変化も早いです。お尻に効いてきた。オッケー。ちょっと足をねブラブラして、さあ今度はですね、つま先を開きましょう。かかとを上げます。このまましゃがんで右左って揺れましょう。片足伸ばして片足曲げます。たと、そうすることで使う休めるっていうことを繰り返してるんで、意外とね足が鍛えられているのに長持ちします。かかとを上げておきましょう。これ1分行うってことは30秒こうやっとくのと一緒なんで、すごいね効いてます。しかも負荷を片方に移してるんで、両足で行うよりしっかり鍛えられてます。1分スクワットやり続けるって結構すごいですよ。もう50回ぐらいはできますからね。それをこんなね疲れにくいようなメニューで行われてるんで、すごい超効果的。運動不足の人はね、しっかり下半身鍛えましょう。オッケー。足をさらに開きます。かかとを上げて低くなったらピョンピョン立つ、ピョンピョン立つを繰り返します。あと、かかとを上げてつま先でバウンド、立つ、もも裏お尻に効いてると思います。ペースは任せます。ピョンピョン立つ。ここで休みます。かかとを上げてマイペースで続けやすいメニューが一番。男性も女性もやっぱりね、お尻と足が弱ると活動量が絶対に減ってしまうので、まずは痩せるためにって思うよりも、お尻とももをしっかり鍛えると勝手に活動量が上がります。フットワークが勝手に軽くなるので、しっかりね痩せないのなんだろうと思う場合はしっかりお尻もも鍛えましょう。オッケー。できれば動画を見ながら2日に1回やってください。